はい、こんにちは、こんばんは、高田です。今の時間なんですけども、少しこのドルの動きがね、少し怪しいというか、かなり際どい動きをしているんですよね。もしかしたら朝になって、少し環境の方は違うかもしれませんけども、今現時点での環境というのをまずは見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。上昇トレンドも見えてますよね。高値抜けていますから、強いトレンドは見えているわけです。直近の高値までを見ていくんであれば、もう少しこの上げ余地はありますから、僕はこう買い目線ですかね。ドル売りの流れというのをまだ見ているわけですけども、ただ昨日はちょっとこう上値が重かったですね。おとといですかね、ユーロの方にね、こうしっかり買いが入ったんですね。その結果、直近の高値中を抜けてきたわけですけども、昨日はその動きは継続しませんでした。続いてこうユーロに買いが入ってくればね、これはいよいよとも思うわけですけども、昨日買い入らなかったんでね、少し引いた目線で見ていくことにはなりますかね。ただ売りが入っているわけでもないですし、ドルは相変わらず弱い流れも出てますから、目線自体は変わらないですね。1.08 の後半あたり、直近の高値を目指した上昇というのを、見ていこうかとは思います。はい、こちらが15分足、4時間消化されています。そんな中で今なんですけどね、直近の高値、これが 1.08 の60あたり、今少しこの高値を伺う動きになってきてるんですね。これが抜けるかどうか正直まだわからないですけども、相変わらずこうドルが上値が重い状況も見えてますからね、抜けてもおかしくないかなと思うんですけども、今のところまだ抜けてないんですね。そして今見えてる景色というのはこういったレンジであったりとか、少し小さな足場が見えたりとかしているわけで、もしねこのブレイクに期待をして買っていくんであれば、こういったサポートであったりとか、もしくはレンジの下とかですかね、こういったところに引きつけてのロングが基本にはなってくるかと思います。高値でバタバタしたくはないですね。あとはもしこうドル買いを見ていこうと思うんであれば、この高値バックに一回売っていくということになるかと思いますけども、ただ昨日もドル結構こう強い場面もあったんですけども、最後にこう強く売り込まれてしまったんですね。上がれば売りが入るという環境がまだ見えてはいます。正直ドルに関してまだ決着もついてないような状況ですからね、どうなるかはわからないところもありますけども、仮にブレイクしてくれば、一旦は撤退でもいいのかなと、そういった割り切った気持ちでやっていくんであればね、高値バックに売っていくのも一つありかなとは思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ようやくこの上昇が一旦止まりましたかね。朝に、消費者物価指数、日本の消費者物価指数があったんですね。この数値というのが結構高くて、インフレがちょっとこう意識されている状況です。当然ね、ゼロ金利解除という思惑にもつながってしまいますから、円が買い戻されたということになってくるんだと思うんですね。ただし、そういう状況があろうがなかろうが、これだけのトレンドがあったわけで、流れが止まればさすがに調整の動きなんか出てきてもおかしくないような環境だとはそもそも思います。どういった理由があろうと、この高値が一旦見えましたんでね、163円の50あたり、次は下のサポート探しですね。チャートは強いわけですから、僕ならやっぱりこう押し目買いを意識したいなと思うわけですけども、高値が見えた以上は、高値圏でロングはしたくはないわけですね。安値圏でロングはしたい。ただこの安値圏がまだはっきり見えてないんですね。このサポートを丁寧に探していくというのが、次の仕事になってくるかなと思います。はい、こちらが15分足、4時間消化されています。サポート探しになってくるんですけども、例えばこういったところも一旦流れが止まってますけどね、ただ波の起点までを見ていけば、そんなにこう積極的に買っていいような場所でもないかなと思います。高値安値が見えてますから、こんな感じでレンジ意識していけばいいのかなという気はしますね。そうするとまだ下げ落ちはあったりもするのかなとも思いますので、押し目買いポイントはもう少し下に見てもいいかもですね。162円の70あたり、このサポートを割り込んでくると、少しこう上位足でも環境の違いというのが見えてくるかと思いますから、一旦目線をフラットにしていくことになりますかね。それまでは上昇は強く意識したいです。押し目買いの徹底ですかね。ただ買う場所、昨日は一旦流れが通りましたからね、高値圏で買うわけにはなかなかいかないと、いいですね。サポートレンジの下から、こういったのをこう意識して買い場を探っていくことにはなりそうです。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。このポンドもちょっとこう上値が重いんですよね。高値を抜けてきてるんですけどもね、上昇トレンドも見えてはいるわけですけども、であれば直近の高値、このあたりまでも見ていきたい。ユーロドルと同じような感じですね。ただそのためには抜けていかないといけない。強い抵抗体が今 1.27 あたりになってしまっています。なかなかこの 1.27 抜けてこないんですよね。今の時間ね、少しこう高値を伺う動きになっています。少しこう高値を引っ掛けてくると、ロスカットなんかも絡む動き出てきそうなんでね、ちょっと今の時間までこう注目はしていたわけですけども、まだそういった動きにはつながっていません。朝までにねこう高値を引っ掛けるとか、そういう動き出てくると、一つこう面白い動きになってきそうなんですけども、どうですかね。
はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、短期足を見ると、よりこう抵抗が強く見えてきますね。1.27、抜けるかどうかが、まあ、大きなポイント。ブルビアの分岐点ですね。現在も90まで来ていますから、少しでもこう動きはね、高値をつける。高値をつけてくると、まあ、どういった動きになるか、まあ、ちょっとこう見たいところはあるんですけども、ただ時間が時間なんでね。この後ね、動いてくるかどうかはもちろんこれ注目はしたいところなんですけども、仮に抜けなかったとしても波の起点は、このあたりですかね、 1.26 の20あたり、もしくは、高値圏で少しこう足場なんかを作り出していますから、このサポート見ていけば、まあ、昨日の安値とかですかね、 1.26 の60、このあたりがまあ一旦のサポートとして見ていくことにはなりそうです。今のこの位置、この位置からロングをしていくというのはちょっとこう難しそうではあるんですよね。というのもレンジが見えていて、まあ、レンジの高値ですからね、買っていくんならレンジの上ではなくてやっぱり下から買いたい、押しを待ちたいところなんですけども、例えば昨日のこの押しとかね、こういったところでも入っていればね、高値ブレイクに期待をしてこう握るとかね、こういったのありだと思うんですけども、まあ、このあたりでポジションを持ってしまうとね、抜けるか抜けないかといったごちゃごちゃした動きにね、巻き込まれてしまうこともありそうで、そうなるとまあちょっとこう難しい動きにもなってしまうと思うんですね。できればまあこういったところのポジションというのは避けたいなと思います。あとはまあポンドの強さとかね、ドルの弱さとか、このあたりはまあ変わらず見ていこうかと思いますので、まあ、一旦のブレイクに期待はして僕は見てはいるんですけどね。ただもこれ先週からなかなか抜けてこない、強い抵抗体にはなっていますから、現在もまだ抜けてないですからね、まあ、あまりこう前のめりにならないようにはしたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。ここ最近ポンドがすごく強いけどね、円が弱かったというのもあってすごくこう強い上昇トレンドが見えてはいます。ただ昨日は、消費者物価数の影響もあって、少し円が買い戻されました。その結果191円、少し超えたところで、まあ、壁が見えたかなと思います。まあ、消費者物価指数というのはね、まあ、一つ僕はもうきっかけに過ぎなかったかなと思いますね。まあ、それなりにトレンドが出てましたから、まあ、いつこう調整の動きが出てきてもおかしくはなかったかなと思います。一旦高値が見えましたから今度は高安の把握、高値は見えていますから今度は安値の把握ですね。ただこの安値がまだはっきり見えてはいない、見えてないうちはまあショートを見ていくのもありだと思いますけども、ただまあチャートはこれだけ強いわけでね、基本的にはやっぱこう押し目買いは狙っていきたいということで、調整のショートを見ていくよりもサポートが見えてからのロングなんかをこう期待して見た方がまあ面白そうではありますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。例えばまあこういったレンジも見えてきますから、そうするとまあ190円の真ん中あたり、40とか50ですかね、このあたりはまあサポートの候補として見ていくことになりそうです。まあ、今はこういったレンジが見えてますからね、強い流れの押し目買いという環境を見ていくにしても、まあ、上ではやっぱりもう買いたくないと、下に引きつけてのロングがメインのシナリオになってくるかなと思います。あとは一旦レンジが見えてますからね、利食いのポイントとしてはまあ直近の高値、抜けるかどうか正直これわからないですからね、今のこうロングを見ていくんであれば、まあ、高値まででもいいのかなという気はします。191円を少し超えたところ、このあたりを一旦の高値として、まあ、高い底を意識したトレードですかね。まあ、少しこう円の買い戻しなんかも出てますから、サポート割り込んでしまったらもう一度考え直しということにもなってはしまうと思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。5ドルが一昨日ですかね、かなり強い売りが入ったんですね。昨日なんか少しこう買い戻しも出てますけども、やっぱりこの一昨日のこの売りというのがかなり効いてるように思いますね。一旦抵抗を作ったということで、上昇は見ていくわけですけども、調整局面をこの売りが入ったことによって強く意識して見ていくことにはなりそうですね。そうなるとまあ高安の把握が大事になってくるわけですけども、昨日つけた安値なんかいい安値ですよね。高値 0.65 の70あたり、下のサポートは 0.65 の20から30あたり、このあたりを高値安値として値動きを見ていくことになりそうです。今の位置はレンジの真ん中、真ん中って難しいところだと思うんですね。買いを見ていくんであれば、まあ、下からですね、売りを見ていくんであれば上から気をつけるのがまあ大事ということになりますから、今日良いドンでやれること、これはちょっとこう少ないかもしれませんね。様子見からのスタートとなってきそうな気はしますね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。これも相当強い上昇トレンドがあったんですけどね、一昨日の5ドル売り、これで一旦流れが止まったことになります。昨日は円が強かったことによってもう少しこう売りが強く入った状況ですね。ただこの上昇に対しての調整見ていく場合はそれなりのサイズ感というのは見たいところですから、まだ僕はこの下のサポートはちょっとこう見えてはいないかなと。今見えてるのは高値だけですかね、98円の後半、まあ、80あたりを見ています。
まあ、チャートはついわけで、おしめ買いなんかこう見ていくことになるかと思いますけども、まだサポート見えていないですから、まあ、若干こう円も強くなってきましたしね、5ドルは最近すごく弱い流れも出てますから、もしこう黒線のね、反転とかショートを見ていくんならば5ドル円が僕はもう一番面白いかなとは思います。サポート見えればなかなか売れないですけども、このサポート僕はまだ見えているように思いませんので、まあ、戻りの壁、高値というのをね、しっかり意識してのショートが、まあシナリオとして見ていくことになりますかね。はい、こちらが15分足、時間消化されています。短期的に見ていくと下落トレンドも見えてますよね。今戻りが入ってきてますけども、このあたりも一旦の高値が見えてきそうです。98円の60あたり。当然上値が重い形見えれば、ショートをして、まあ、下落トレンドを追いたいところですかね。まだサポートがどこになるのか、はっきり見えてないですから、見えてないうちはこの下落トレンドを追っていくのは悪くないと思います。まあ、円も買い戻されてきますしね、5ドルすごく上値が重いという状況もありますから、まあ、もしこう黒線をショートしたいなと思うんであれば、まあ、一つの候補となる通貨になるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、最後に円指数をね、もう一度見て終わりたいと思います。昨日ですけども円は買い戻されました。とはいえこの程度なんですよね。大した買いが入っているわけではないです。とはいえまあ安値は更新しませんでしたので、まあ、一旦のサポートは見えたかなと。下落トレンドが止まったということになりますから、今後は調整局面やっぱり意識して見ていくことになりそうですね。この高値が見えればもう一度こう戻り売りなんかをね、見ていくのもありだと思いますけど、まだはっきりこの高値が見えてないですから、もう少しこう円が買い戻される場面は出てくるかもですね。ただまあ円がすごく強いというわけでもこれ全然ないですからね。昨日なんかもサポート見えてるわけですから、もっとこう強い買い戻し、これだけ突っ込んできたわけですからね、強い買い戻しがあってもおかしくないかなと思いながら、僕も値動き見てましたけども、そういう動きになってないですからね。やっぱりまあこの円、まあ、すごく弱いんだと思いますね。売り場探しは、これは変えずに見たいところ。ただ突っ込んだところのショートは気をつけたい。戻り売りはね、強く意識したいところですね。はい、あとはドル絡みの通貨、ドル損になりますけども、ドルがちょっとやっぱ上値が重いですかね。高値を更新してくればまあ面白そう。直近の高値まで見ていけばもう少し上げ余地もありますから、まだロングは見たいところ、まあ、ドル売りは見たいところですかね。はい、あとは個人的にずっと注目をしているポンドドルですね。直近の高値までを見ていくんであれば上げ余地もあると。実際まあ日足を見ていくとしっかり陽線は続いてるんですけどね。ただ上がったら潰される、上がったら潰される、上がったら潰されると、上がったら潰される、毎回潰されてますから、上値の重さも明らかにやっぱり見えてます。 1.27、これがまあ明らかな壁になっていますから、まあ、こう強い流れを見ていこうと思えば、まあ、これはしっかりブレイクしないといけないわけで、これをブレイクするかどうかが、まあ、今日の大きなポイントになってくるかと思います。ブレイクしたら少し走る場面なんかもね、見られるかもしれませんね。まあ、昨日はこうドルが強い場面もあったんですけども、やっぱりまあ最後には潰されてしまいました。こういったドルの上値の重さ、これは変わらず継続して見ていこうかとは思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。